はい、皆さんこんにちは。今日はね、2020年3月28日土曜日ですね。時間はね、2時51分です。現在ね、山伏峠のところにいますね。これから山伏峠から相模湾側に、熱海のね、高に下っていきたいと思います。今日のお供はヤマハ WR250X モータードになります。よろしくお願いします。非常にね、眺めのいいところになってます。非常にね、こう傾斜がきつくてね、コーナーのアルもきついんで、なかなか難しい感じの道になっちゃってますけどね。最初の上の方のセクションはね、道が路面が綺麗なんでね、それでもまだ走りやすいですけど、下の方になってくるとちょっと道がね、荒れてきちゃうんで、ロードのバイクだとちょっと厳しいかなって感じはするんですけどね。まあモタードですからね、まあ多少荒れてても走れるんですけど、まあこんな感じでね、非常に切り返しが多い難しい峠道になっちゃってますね。まあ、今のねぐらいのきついコーナーですとね、ちょっと無理めなシフトダウンでギアをね、ちょっとグリップをわざと失わせるぐらいの感じで曲がる感じにモタードだとなりますね。どうですかね、割と楽しい感じの道かなと思いますけどね。動画でどんな風に映ってるかは分かりませんけど、 WR の 250X モタードの場合ですよね、フロントブレーキっていうのはね、もう労働者と同じぐらいにガンガン効きますからね。もうこんだけ下ってても制動力に何ら不安はないですけど、まあタイヤがグリップするかどうかっていうところまでは軽くブレーキ効きますからね。まあね、この130何キロしかない軽い車体にね、力のあるエンジンに、ストロークがね十分にあるサスペンションに、労働者と同じようなねタイヤと、ものすごい制動力のブレーキ、もう全て揃ってますからね。もうこのバイクが速く走らないわけないんですよね。正面に見えてるのがね、加賀の漁港になるんですかね。このね、葉っぱがすごくある、この木は多分いつか紹介した四季桜ですね。花が咲いてなくて葉っぱの方ですよ。これが四季桜だと思います。12月に咲いてましたね。もうソメイヨシノの満開ですね、タガの場合。バイクはね、タガで海沿いの道に出ました。国道135号線ですね。やはりね、コロナウイルスの絡みで外出が自粛されたとはいえね、そこは桜の季節の伊豆ですから、他県産のね車がたくさん入ってます。素晴らしいですね、ソメイヨシノのね。いや、のどかなね、波もないし穏やかだし、下へ来ればそんなに風も吹いてないんでね、いい日ですね。もう海岸沿いのね、こういう道も何回も走ってますけどね、本当に楽しいし、最近思うのはね、割とね路面がねどこもいいんですよね。道路がまあオリンピックの絡みもあったんだろうけど、良くなってますよね。それにプラスしてね、今日はこの時期的にすごく咲いている桜ね、もう最高ですよ。もうこう見渡せるね、遠くの、まあ、伊東の方なんですけど、ね、見えてるのはね、素晴らしい景観ですよね。海岸線もいいじゃないですか。はい、もうじきね、宇佐美の市街地に着きますね。宇佐美の市街地のね、間際がね結構こんな感じで道が厳しくなってるんでね、気をつけて走ってください。市街地へ入る本当の間際にね、コーナー5つ6つ結構厳しいのが連続しますからね。まあ、ずっとゼブラゾーンになってますから、ゼブラゾーン見かけたらちょっと気をつけてくださいね。はい、宇佐美の市街地に入りましてね、右折しました。これから亀石峠へ向かってね走ります。山を見てもね、桜が山の中に結構咲いてるのが目立ちますね。もう気温もね、後で調べますけど相当高かった一日だと思いますけどね。またここの桜がね、すごい素晴らしく咲いてますね。まあ見てもどこの桜もみんな綺麗にね咲いてますね。もう今日、明日が、明日が一番見頃かな、晴れてればね。
すごいね、木蓮ですね、白いやつ。今日一日すごいたくさん走って楽しかったんだけど、やっぱり伊豆の普通の道はね、舗装されたモタードですね。すごいじゃないですか、このソメイヨシノ。いやね、このソメイヨシノがすごく咲いてるところからこの動画をね締めさせていただきます。それではまた。